鶴岡市の赤川花火大会について、大会実行委員会は、今年は30回の記念大会として、過去最大規模の予算で開催すると発表しました。赤川花火大会は、毎年8月、鶴岡市の赤川河川敷を会場に、およそ1万2000発の花火が打ち上げられ、例年はおよそ30万人が訪れます。コロナ禍に伴い、去年は規模を縮小しましたが、今年は30回の記念大会として、過去最大規模の予算で8月19日に開催します。会場内での観覧は、去年同様、全席指定となります。また、鶴岡市民と三河町民限定で無料席のチケットが用意されますが、応募多数の場合は抽選になるということです。